丸いパンダが丸く収めますぜ。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、渓谷の掲示板からのご紹介なんですけれどもね、これご相談です。渓谷民、気に入った靴が日本メーカーばかりで迷っていますというねご質問なんですけれども、それではですね、こちら書き込みの方を見ていきたいと思います。くーちゃんお願いします。これ丸く収まるか、買わなきゃいいね。靴を買おうとあちこちを見て自分の気に入った製品を探したが、なぜか日本メーカーの製品ばかりですね。気に入ったものがあったけど日本メーカーというので購入することを迷っています。お金をもう少し出して別の企業の製品を買わなければならないでしょうか。でなければ日本が嫌いでも気に入った製品を買って堂々と履かなければならないでしょうか。嫌なら買うなよ。日本は嫌いだけど日本企業の製品を買うとなると、わけもなく両親が痛みますね。両親痛むの？あ、そう、じゃあ買わなきゃいいじゃん。おい、じゃあね、こちらに対して渓谷のね相談員の皆さんの意見、見ていきたいと思います。はい、それではね、1人目、先般企業の製品なら無条件に買わないが、ただの日本企業ならあなたの気持ち次第で決めればいいのではないですか。すれ主先般企業ですね。日照記をつけた靴もあります。あんの？おお、いいじゃん。別の考え方をしてください。あいつらを自分の足で踏む。なんだとこら。私も似たような感じで日本製は見向きもしないです。チョッパリたちは渓谷ブランドならひとまず除外しますからね、わら。私も努力はしているが、それは本当に難しいですね、かっこ泣き。嫌なら別のものを買ってください。靴はずっと履くものなのに気まずい気持ちでどうして履くのですか。そう考えてるなら違うものを買ってください。履きながらもずっと両親が痛むから。家電やイヤホンのような場合、絶対にソニーは買いません、わらわら。カメラのように選択肢がない場合を除いて。アシックスが先般企業か分かりませんが、日本企業は思ったよりたくさん右翼を支援しています。先般企業ですね。アシックス、昔はプロスペックス、ラピッド、渓谷のブランドも人気が高かったが、以前には及ばないようです。あんの？露骨な先般企業でない以上、そこまで両親の呵責を感じなくても良いようです。わざわざ日本旅行に行って食べて応援する人々もいるくらいなので。アシックスも先般と関連がありますか。先般企業ですね。そうなの。はい、じゃあですね、こちら日本のね相談員の皆さんのご意見見ていきたいと思います。はい、皆さんどう考えてますか。これからいこうかな。渓谷製の靴買って内需活性化に貢献しろよ。履かなきゃいいんじゃない？買わなきゃ、はい、解決。ドライヤの直旅か？品質の差だろ。こんなことで弁護士引っ張り出せないよ。K にスポーツシューズなんてあったっけ？日本製はアジア人の足に合わせて作ってるから、分かってる店舗は日本製を仕入れるよね。ロゴにガムテープ貼っとけや。素足でいいじゃん。嫌いと言いつつ買うなよ、M なのか。痛むならやめなよ、簡単よ、わら。ナイキアにでもしとけ。だったら企業を外てばいいのよ。そうだ、買うな、C国製品買え。探せば似たような靴があるでしょ。自国の素敵な靴買えよ、ゲイファッションが自慢なんだろ、わら。買うなよ、ノージャパンだろ、バカだろ。自国の技術のなさを悔やめ。日本製を買うのはすごく悪いことです。買わない方がいいですよ。デサントはご飯糖のメーカーにだって勘違いしてたもんな、わらわら。出たよ、いつもの日本は嫌いだけどの件はいらねえんだよ。少女像にアシックスのジャージだか着せてたロガ、お前らレッドチームなんだから素直に支援買いなよ。 KTuber イルボン様の製品を使って驚きました。ああ、よくあるね。ソニーとか買えなくて気の毒ね、わら。
カメラも買うなよ、サムスンがあるだろ。ノージャパンなんだよ、買うなよ。日本には裸足の季節っていう歌があってだな。放送局のカメラもほとんどがソニーやん、サムスンよ、作れないのか。ヒラの靴を買えば。こういう反応あるから日本のもの買うなって言ってるんだな。のあるんだ、いろいろ。MBL コリアってメジャーリーグじゃん。わかんねえ。すぐ不買諦める、わら、はかない、はかない決意だな、わらわら。はい、ということでね、6は戦後だよ。はい、じゃあですね、これで終わりにしたいと思います。弁護士さんは出てこないです。じゃあですね、丸く収まりましたね。買うなということですね。じゃあこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。